イスラエル空軍第120飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、大型輸送機、空中給油機等を運用する飛行隊である。別名としてインターナショナルスコードローンあるいは、デザートジャイアンツスコードローンとも呼ばれる。第122飛行隊は、1962年に運用機種をノールノラドラに改変した第103飛行隊から、 移管された4機のダグラス DC-3 ダコタ、C-47 スカイトレインを運用する、用人輸送飛行隊として、ロッド空軍基地で編成された。なお、同じく第103飛行隊から DC-3、C-47 を移管され、第120飛行隊と、同時期に編成された第122飛行隊は20機程度の DC、DC-3、 C-47 を運用することとなり、こちらはダコタスコードローンと呼ばれることとなった。第120飛行隊にはこの後、1964年2月から、ボーイング377ストラトクルーザーを回収した B-377M アナクの配備が開始された。この機体は民間型の B-377 をベースに、 軍用輸送機型の C-97、ストラトフレーター相当に回収したもので、回収作業はベデックアビエーションによって行われた。この後さらに、1967年頃からは、空中給油機型の KC-97、ストラトタンカーの導入配備も始まった。第120飛行隊では、計5機の輸送機型と9機の空中給油機型、 合わせて14機の B-377 軽機種を集中運用した。また1967年の第三次中東戦争の際には、LR 航空で保管されていた1機の古いロッキードコンステレーションを借り出してきて、こちらも輸送や補給任務に投入した。このコンステレーションは1948年の第一次中東戦争当時に、 第106飛行隊で運用されていたものであった。1971年10月から11月にかけて新たに C-130H2 機が第120飛行隊に配備され、第120飛行隊はイスラエル空軍において最初に C-130K 機種を運用した飛行隊となった。また、翌1972年1月には、 第120飛行隊にボーイング707型機の配備も開始され、1973年からは国産の IAI ウェストウィンドシースキャンも配備された。またこの頃には最初に配備された DC-3、C-47 を第122飛行隊ダコタスコードロンに移管した。百七十三年十月に発生した第四次中東戦争の後に、 アメリカから12機の C-130E が緊急供与され、これを運用する飛行隊として第131飛行隊が新編された。また、1974年にはノール・ノラトラを運用していた第103飛行隊にも2機の C-130H が配備された。1976年には第103飛行隊のノラトラが退役してギリシャに売却され、 また6機の C-130H の追加配備が行われた。これを受けて、イスラエル空軍は、第131飛行隊に、第103飛行隊を統合して C-130 系の集中運用を行うこととし、この際に、第120飛行隊に最初に配備されていた2機の C-130H も、第131飛行隊に移管された。 1977年にはボーイング707から300系の機体の追加配備も始まり、これらを受けて、この頃には B-377、KC-97 系は順次、退役し始めていた。最後の KC-97 が退役したのは1978年4月であった。第120飛行隊はこの後も、ロット空港、 ベングリオン国際空港を拠点に B-707、および空中級雪型の KC-707、そして、ウェストウィンド、シースキャンといった機種の運用を続けていたが、2000年代に、ベングリオン国際空港のキャバシティ改善を目的として、第131飛行隊、第103飛行隊などとともに、南部地区のネバティム空軍基地に拠点を移した。ありがとうございます。